誰にも負けたくない、19歳の挑戦です。北九州は久しぶりですか？いや、でも3ヶ月前くらいには多分帰ってると思います。今日はなんか装いがいつもと違いますね。おしゃれしてきてるんですか？はい。マホは青が好きやな。手作りで用意されてる。そうですね、はい、昨日頑張って順番は、そうなんですよ、喜んでくれるといいんですけど、サプライズで驚かしたいです。明るい。友達で一番明るいかもです。もう常に笑っとる。辛い顔は絶対友達の前で見せないよ。笑顔がはじける柿田真帆さんは北九州出身。大舞台での活躍を期待される19歳です。真帆さんはパリオリンピック自転車競技女子チームパシュートの日本代表選手。4人で先頭を交代しながら4キロを走る競技がチームパシュート。平均時速およそ60キロ。空気抵抗を減らすため4人がギリギリまで接近し風のように駆け抜けていきます。一番負けたくないのは自分自身。真帆さんが戦い続けて掴み取った夢のオリンピック出場権です。この日はパリに向かう真帆さんにエールを送ろうと、小学生の頃からの友人たちがサプライズパーティーを企画。みんな明るい彼女の笑顔が見たいんです。何も知らされてなくてめっちゃびっくりしてます。私の小さな頃からの夢がオリンピック出場という夢でした。パリオリンピックでは自分の力を最大限に発揮してメダル獲得目指して頑張ります。金髪ありがとう。金髪ありがとう。いえ小さな頃から運動神経抜群だった真帆さんは小学2年生からサッカー部に所属。5年生の時、世界で活躍できるアスリートを育てる福岡県タレント発掘事業の受講生に選ばれ、さまざまなスポーツを経験。自転車競技と出会ったのは中学1年生の時。当時はサッカーと自転車どちらを選ぶか決めかねていました。オリンピック出場という夢があったので、それに どっちが近づけるかなって考えた時に、結果が出てる方が自転車競技だったので。夢を叶えるために選んだ自転車競技。初めて出場した大会でいきなり優勝。中学3年生の時、日本一の栄冠に輝きます。本格的に練習を始めて1年ほどでの快挙でした。今回真帆さんに出発点ともいえる場所に連れて行ってもらいました。午前6時、朝日が眩しい北九州メディアドームです。照明が消えた薄暗い中、風のように走り抜けていくのは自転車チームファンサイクルの選手たち。真帆さんが中学生の頃所属していた強豪自転車チームです。いつもこんな早朝から練習してたんですか？はい、真っ暗の時に電気つけて走ってました。全国レベルの男子選手たちの背中をただひたすら追いかけていた真帆さん。このチームに出会えたからこそ今の自分がいると言います。おはようございます。おはようございます。一応練習一緒にしてました。あ、そうなんですか、はい、彼女の強さはどこにあるんですか？ここでやっぱここでしょ、最終的に。ハートが強いですか？そうです。自分がきついってやめようと思えばいつでもやめれる。多分自分に負けるのハートは強いですね。負けん気がすごいです。器用ではないと思うんですよ。ただ負けん気の強さがやっぱり上手くなってやるって気持ちにつながってるんじゃないですかね。必ず勝つっていう強
ちで気持ちがあると思います。高校は自転車競技の強豪愛媛の松山学院へ。真帆さんはなんと全国大会で合計14回の優勝を飾り、ついた呼び名は高校最強女王。真帆さんにライバルって言ったんですか？ライバルは、はい、いました。池田瑞希です。高校時代の最高のライバルは隣にいました。大野城市出身の池田瑞希さん。全国大会で絶対王者の真帆さんに勝ったもう一人の高校最強女王ですが、当時も今も2人は大の仲良し。彼女の存在は大きいんですか？大きいです。どんな時でも支えてくれるし、まあ、時にはライバルとして戦うんですけど、瑞希がいなかったらここまで成長できてないと思ってるので。美味しいご飯屋さんを見つけたらすごい、たくさんなんか教えてくれたりしますし、景色が綺麗なところとかいっぱいあるので、そこに行きたいねっていう話をします。いつも一緒にいなくてもなんか頑張ろうっていうモチベーションをすごい与えてくれる、すごい大切な存在です。福岡で同じ年に生まれた2人が同じチームでパリの舞台へ。さらにチームには福岡市出身で競輪選手の内野津也さん。なんと4人のチームで3人が福岡県出身です。今回すごい多く福岡の中から出ているので、いい結果を残して皆さんにいい報告ができるようにっていうふうには今は思っています。3人を引っ張るのは東京オリンピック銀メダリストの梶原優美さん。皆さんの応援をエネルギーを追い風にして金メダル獲得に向けて頑張りたいと思います。最高のライバルは最高の友達。最強の仲間と共に風のようにパリのゴールを駆け抜けます。